臨時コーチ、2012年の和田さんが監督だったと聞いたかと思うんですけれども、はい、今日一日して指導されて、どんな思いですか。まずその2012年の記憶があまりなくてですね、多分本当にちょっとだったと思うので、まあ、こんながっつりね、やることではなかったので、まあ、そういう意味で言うと、まあ、引退して、まあ、初めてじゃないですけど、そういう形で選手たちとこうやったので、すごく新鮮でしたね、まず、はい。同じグラウンドに立って、野球についていろんな話をする機会があったと思うんですけど、大津さん自身にとってはそれどういう時間でしたか。いや、なんかもうだいぶ忘れかけてさ、現場というかね、現役辞めてからもう今年で14年ぐらい経つので、なんか懐かしさもありましたし、まあ、実際に、ね、選手たちといろいろ話をして、まあ、結構貪欲だなっていうのもすごく感じましたし、そう来られるんでね、僕もなんとかってい こう気持ちで、多少なりとアドバイスはできたかなとは思いますけど、はい。今回のこの臨時コーチの、お話なんですけど、はい、岡田監督からお話があった、まあ、岡田監督というよりは、まあ、球団から、まあ、岡田さんから球団に、で球団からっていう形ではあるんですけど、まあ、岡田さんには12月にちょっと対談でお会いしてて、その時に直接頼むなっていう形では言われましたけど、はい。今回の指導で首脳陣からはどういったことを赤星さんからこう今の選手たちに伝えてほしいというお話がありましたか。そうですね、まず監督からはもうとにかく走塁やなっていうことをおっしゃられてて、でそこに、まあ、もちろん盗塁っていうものは、まあまあ、セットじゃないですけど、まあ、普通当たり前やろっていう感じだったので、まあ、あとはだから他のコーチ陣にも、まあ、守備の部分もそうだし、まあ、タイプ的に赤星に似てる選手もいるから、まあ、バッティングももし機会があったら見てやってくれっていうことは言われました、はい。まあ、いろんなことをこう今日選手にも伝えられていたと思うんですけれども、はい、まず今日午前中に全体でこう走塁練習が設けられましたけれども、はいはい、時間ではこう選手たちにどういうことを伝えられたんでしょうか。そうですね、あの時はその細かい技術というよりは、今回僕がちょっと何を伝えたかったかっていう一番の大きなところっていうのが、まあ、すごくタイガースっていうのは僕らがいた時と違って、まあ、今走れるチームに変わってて、もちろんチーム盗塁数はねずっとトップっていうのはあるんですけど、盗塁じゃなくて走塁の部分でも非常にねレベルが上がっては来てるんですけど、まあ、僕外からずっと見ててもうちょっとこうしたらいいよなっていうのとか、あと僕が実際現役の時にセンター守ってて、すごく当時のドラゴンズ、落合監督のドラゴンズというのが1番から7番バッターぐらい、まあ、谷繁さん除いてですけどみんなそのオーバーランがでかくて、みんないつでもワンヒットで二塁に行ってやろうっていうような隙をこう突こうとする走塁をしてたのが守っててすごく嫌だったんですね。だから今せっかくそういうチームのその走力とか走塁に対する意識というのが上がってるわけですから、まあその他のセ・リーグ5球団、まあパ・リーグも含めてですけどにこう嫌がられるような走塁をもう皆さんできるレベルやからしてくださいっていう、まあまあ、お願いじゃないですけど、それやったら多分で逆に近本君とかにそういうの嫌じゃないっていう話をしたら、そうですねって話だったので、そういうことができると、これは変な話、足が速い選手だけじゃなくて大山君であったり佐藤君であったり、まあ、彼らもスピードありますけど、もうみんなが1番から9番までできることではあると思うので、まあ、そういうちょっと相手に脅威を与えるじゃないですけど、まあ、そういう走塁を目指していく中で、要は本数少ないじゃないですか、うん、だからそこのもうちょっと意識を、せっかく1本2本しか走らないんだったら、その2本をどういう打球が飛んでどういうふうに走塁してるのかっていうのが、ただ惰性で走るんじゃなくて意識づけをしてほしいなっていうことを言いました、はい。一塁から三塁に向かうところで、はい、まあ、自分で見える打球のところはベースコーチ見ないでという話であったりとか、はい、あといろんな状況判断という言葉が聞こえたんですけれども、はい、このあたりというのはいかがですか。そうですね、だから、まあ、僕は本当に中にいたわけじゃないんで外から見ててもあれ今なんで行かなかったのかなとかっていう走塁は結構あったんですよ。やっぱこれだけ機動力を意識しているチームにもかかわらずっていうのがあった中で、まあ、ちょっと気になってたこともあったので、そこの、まあ、そのまず状況判断することによって、だからやっぱそこも要は形式がないじゃないですか、ああいうベースランニングって。だからいかに想定してちゃんと野手が守ってるというイメージをしながら、で打球がどこに飛んだのかっていうのをやっぱりせっかくやるんだったら、たかが2本
なわけですよね。1塁から3塁までで2本しか走ってないわけですから、2本をやっぱりしっかりその相手を想定してゲームの中でやってるという意識でやらないと、走塁って走塁、盗塁もそうなんですけど、結構やっぱ実践じゃないとうまくならないジャンルではあるんですよね。だからやっぱ常に実践に入る前に実践の意識を持ってやらないと、なかなかこううまくならないし意識も高まらないっていうのがあったので、そこをまず言いたかったなというので最初に言わせてもらいました、はい。でその後左バッターが実際に打ってからの1塁までのこう計測されてましたけれども、はいはい、あれはこうどういった狙いだったんですか？いや、あれはもうちょっと監督と話をして、まあ、監督が左バッター赤星がこう引っ張った時、まあ、要はだからゲッツーの数とか内野安打の数とかを調べた時に、まあ、近本と中野に関して言うと内野安打が比較的少ないと、近本がセーフティーバントやるんでね、セーフティーは除くと打っての内野安打が少ないっていうこと で実際に監督が今日それでちょっとやらしてみようやみたいな話になって、で監督が言っての案です。あれ僕の発案じゃなくて、はい、監督の発案です。あれは、はい、赤星さんは内野安打非常に現役でも多かった印象だったんですけど、はい、そのあたりで何か選手に伝えられた？いや、だから例えば近本君とか中野君とかってどっちかというとちゃんとしっかり振ってから走るタイプなんで、別にそれが悪いわけじゃなく、例えば追い込まれてから苦しくなった時に狙ったところに三遊間にこう転がせたら、でそういうバッティングをした時のタイムとの違いがどれぐらいあるかっていうのを知っておくといいんちゃうかっていうことを監督も言ってたので、まあ、僕なんかどっちかって言ったらね、引っ張るタイプではなかったので、まあ、常に反対方向の意識がありましたけど、まあ、彼らもだからどれぐらいの差があるかっていうのは分かってなかったと思うので、まあ、実際タイム見てあこんな違うんだっていうのはねみんな言ってたので、特にもう打ち方の問題ってもあるんでね、まあ、彼らがだから例えば3割打つもしくは3割3分打つってなった時にそういう技術、まあ、彼ら特に近本中野に関してはもうワンランクツーランク上に行ってもらわなければいけない選手だと思うので、まあ、そういう技術的な向上のために、まあ、監督が発案されたことだと思いますけど、はい、その近本選手とは午前の練習の最後のところで結構長い時間お話されてましたけど、はい、どういった話されてたんでしょうか？近本君のために言わないでおきますっていうか、まあまあ本当にいろんなことですよ。本当にどういう話というか、まあ、内容まで言っちゃうとね近本君に怒られそうなんで二人の秘密ということで、はい、同じポジションを守る後輩にやはりこう気にかかる部分というのは多いですか？いやいや気にかかるというか、まあ、僕から言わせてもらったらもっと高いレベルでねできる選手だと思ってますし、今の現状で多分もちろん彼は満足するような選手ではないと思いますから、もっとね高いレベルを目指してほしい選手でもあるので、まあ、僕が偉そうに言う選手ではないですけど、まあ、それぐらいの選手だと思うので、まあ、いろいろ僕も知りたい、彼と話して彼の考え方とかどういう考えでやってるのかっていうのも聞いてみたかったですし、実際になかなか特にこのコロナの3年4年ぐらいはなかなか選手たちとね直接会話することすらできなかったので、もう本当に中野くんとかなんか僕だって今日初めてですからね、ちゃんとこうやっていっぱい話したの、挨拶とかはありましたけど、だからなんかすごく嬉しかったです僕は、はい。最後の個別練習のところでは念入りに中野選手なども含めて選手から質問もあったと思うんですけども、はい、結構気類に時間を割いてらっしゃったように見えたんですけども、そうですね、まあ、気類もそうなんですけど、やっぱ監督が赤星気類結構足から行ってたよなっていう話になって、まあ、僕は基本的に足から戻って際どい時は手で行ってましたっていうことを言ってたんですけど、結構今の選手たちってみんな手から戻る選手が多くて、まあ、もちろん怪我にもつながる、まあ、僕も何回も頭から戻ったことで首やったこともありましたし、怪我にもつながるし、あとやっぱりその反応をしっかり、まあ、いわゆる手で戻るっていうのは最終手段だと思うんですよね。逆を突かれた時とかやばいなって思った時に手で戻るっていうのがあると思うんですけど、やっぱ足から戻る反応の良さの練習もしておかないといけないっていうのもあって、それが反応で足で戻れればそれだけ余裕があるわけじゃないですか。だからそういうのも含めての練習でもありますし、行くだけじゃなく戻ることもやっぱりやっておかないとっていうのもあったので、まあ、結構だからいろいろ話しながらやってる中で本当に結構足から戻るイメージっていうのが今の特に今日一緒にやってた5人に関してはあんまりなかったみたいなので、監督も足から戻るんだったら足から戻れみたいな
っていう話もしてたので、まあ僕がちょっと実践してこういう形でやってたって言って、まあアドバイスしながら、これだったらまっすぐ戻れるんちゃうとか言いながらはやってましたけどね、はい。今日、まあ、選手たちにこう伝えられたことをシーズンの中ではどういうふうに発揮してほしいというふうに赤星さん感じてますか？いや、こればっかりはね、本当にあくまで僕はこうしてほしい、ああしてほしいじゃなくて、まあ、その走塁のさっき言ったベースランニングのやり方っていうかね、そのはこうしてほしいって言いましたけど、この最後に教えてた盗塁とかっていうのはもう本当に僕が言ってることが全員に合うかといったら合う人もいれば合わない人もいるし、だから僕はこういうパターン、こういうパターン、こういうパターン、こういうパターンでどれか合うやつがあったらいいんじゃないかなとか、だからさっき5人いましたけど、みんな違う教え方しないとみんな違うので、だからそれがまあある意味ちょっとでもね参考になればいいなと思いますし、でさっきも言いましたけど、走塁と盗塁って実践の中じゃないとなかなか結果が出るとかその成果が出るとかっていうのは分からない部分でもあるので、まあ、僕臨時コーチ3日間ですけど、まあ、3日やった後に、まあ、その後紅白戦とか、まあ、オープン戦とか、まあ、シーズン始まってからもそうですけど、まあ、多少なりとね、あの時のあれが生きたなって思ってくれれば、一つでも二つでもあればそれで十分かなと思うので、まあ、多分本当にチームの方針としてね、今年はこれ、まあ、監督言ってたと思うんですけど、監督グリーンライトじゃなくてねサインで盗塁をするっていうことを多分おっしゃってたと思うんですけど、まあ、僕はそうやって言われてるんですけど、やっぱり去年までグリーンライトでみんな走ってたので、結構行けるときにガンガン行ってたからチームの盗塁数って結構多かったと思うんですけど、まあ、監督がどれぐらいね盗塁の差を出すかわからないので、だから多分去年より減るんじゃないかなっていう勝手なる僕の思いなんですよね。でもその減る中でどれぐらい精度を上げられるか、監督がこうサインを出して今行ってくれっていう時に確実に決められるようになってくれれば、その数は減ったけど成功率は上がるとか、それが点につながるとか、そういうことにつながると思うので、まあこればっかりだから本当さっきから言ってるように実践に入ってみないとね、それが どれぐらい成果としてあったのかっていうのは分からないので、まあ正直3日じゃなかなかね1日じゃもっと無理ですけど、難しいとは思うんですけど、ただ選手たちがそのやるいろんなものが引き出しが増えればいいかなとは思ってるので、はい。今日指導された中野選手がですね、この WBC の日本代表で日の丸背負うことになりますけれども、はい、アトフさんのオリンピックの代表経験がありますけれども、WBC での中野選手への活躍の期待というのはいかがでしょうか？いや相当ね、本当に多分切羽詰まった場面で行く可能性っていうのは十分考えられる立場だと思うので、まあ、本人と今日ちょっとだけその話もしたんですけど、まあ、これはちょっと中野くんがどう思ってるかなんですけど、ちょっとやっぱりどうしてもやっぱシーズン中でも力むとこういうちょっと悪い癖が出るんですね、走塁の中でも。だからやっぱりより多分力むじゃないですか、 WBC のこの大事な場面で行かなければいけないってなった時に、だからその辺をまあちょっとプラスアルファでアドバイスしてあげたというか、その WBC につながるだけじゃなくて今後のそのやっぱり彼が力んだ時にこうならないようにっていうアドバイスを今日したので、まあ、それをこうちょっと意識しながらちょっといろいろやりますみたいなことを今日言ってくれてたんで、まあそんなにね時間はないですけど、あともう WBC までそんなに時間ないんでね、どこまでこう意識しながらできるかだと思いますけど、それがまあうまくいけばWBC で大事な場面でも走れるんじゃないかなとは思いますし、走ってくれることを信じてます。はい、2つよろしいですか、はい、追加で帰塁の時に具体的にどんなアドバイスをされたのかっていうのをちょっと差し支えなければ伺いたいんですよ。やっぱみんな行く意識は強いので、まあよくまっすぐ走りなさいって多分どこのチームでも多分みんな言ってるじゃないですか。行く時にまっすぐはみんな走れるように、例えばじゃあまっすぐ走るために足の位置をこう変えたりとか、みんな工夫をしてるんですね、こう選手個々が。で実際にでも足で戻ろうとするとまっすぐ戻れないんですよ、みんな戻ってないから足から、逆にこう蛇行して逆にこう内側から戻ってしまうっていう、それはやっぱり足から戻る上で絶対まっすぐ戻らないと、内側から戻ったらタッチされやすくなりますし、だそれはその戻ることでまっすぐ戻れるような、行くのもまっすぐ行けるようなそのリードの仕方っていうのをしなきゃいけないんじゃないかっていうことで試行錯誤しながら、行くのはまっすぐ行けるけど
何回やっても戻れないみたいな。で赤星さんどういう式でやってたんですかって言うから、まあ実践してね、こう僕は高校してたよっつってやってたんですけど、それをちょっと教えてました。はい、あとあの中野選手にもその力んだ時にこうどう走塁をすればいいかっていうアドバイスもされてたっておっしゃってたんですけど、それもちょっと具体的にもし差し支えなければ、まあ、あの技術的なこと言うと、彼力むと体が起きるんですよ。スタート切って、スタート切ってこう力むとグッて力が入るからこうなるんですね。あの要は正面向くときに体がこうなっちゃう。だからそれをするとやっぱスピードが落ちるので、なるべくそうならないように。で本人にそうなるのを知ってるって聞いたら、そうなんですって言ってたので、まあ僕今日だからみんなの、その特に彼ら5人の選手に関しては、あとオバス選手も含めて6人かなに関しては、動画をずっと見て、あのどこが一番直さなきゃいけないポイントかなっていうのを見て、一人一人誰がどこを直さなきゃいけないっていうのは自分の中で作ってきてたので、で中野選手の場合はそこが一番気になってて、本人がまず気づいてるか気づいてないかっていうところもあるの で本人はやっぱり分かってたんですよね。でもどうしても力むとそうなるんでっていうことで、まあ、その力み方をどうするかとか、要はそのもちろんこれを改善するのは当然のことなんですけど、どう力まないようにするかっていうそのこととかを話しながらやってましたね、いろいろ。はい、ありがとうございます。最後にいいですか。はい、あの今日はあのウィリアムズさんも来ていましたし、はい、グラウンド上には岡田さんはじめ、あの2005年のメンバーが揃ったということになりましたけど、はい、そういうのを考え深さだったりとか、ここからまあ今シーズンのタイガースの優勝への期待というのはいかがですか。まあ、感慨深いものは確かにありましたね。ジェフともなかなか会えてなかったですし、久しぶりに会えましたし、で実際僕昨日の夜入ったんですけど、今岡さんとか藤本とかがあの来るの待っててくれて、で一緒に食事会場でご飯食べながらちょっと喋ったりとか、まあだから本当に当時一緒にやってたメンバーの方とね、こうやってなかなか同じグラウンドでやる機会っていうのがなかったので、すごく新鮮な気分でやってたんですけど、もう本当に2005年以来ね、あの優勝できてませんので、そういう意味で言うと今本当にそれぐらいの、ね、優勝できる戦力だと思うんですよね。もうチャンスも数多くありましたし、それなかなか勝てなかったっていうのはあると思うんですけど、だからこそこうなんかすごく僕はまあ今回臨時コーチという立場でこうやって携わらせてもらってますけど、すごくこう頑張ってほしいなっていう気持ちもありますし、頑張ってほしいなというよりはこれ星野さんにね僕言われたことなんですけど、優勝したいじゃ優勝できないと、優勝するんやとぐらいのつもりで、だからあれをするんやっていうつもりで言ってほしいですよね。うん、だからしたいじゃ多分なかなかできないと思うし、そういう強い気持ちを持って、まあ岡田監督になってね、もう監督もずっとそうやってあれだって言ってるわけですから、まあ、選手たちは多分そういう気持ちで臨んでくれると思うので、はい、あと2日自分のできることをやりたいなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。